こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストのY3俊です。いつも見ていただいてありがとうございます。今回の動画では、僕のですね、私物の T シャツを皆さんにご紹介したいなと思っています。今動画を撮っているのはですね、5月の末なんですが、かなり最近は暑いんですよね。結構25度を超える日が多いので、こういう陽気になるとですね、さすがに僕も T シャツを着ることが多くなるんですね。皆さんもですね、きっと T シャツの出番が増えてきてるんじゃないのかなと思っています。ただ、この T シャツというのは僕たちにとっては身近な存在ではあるんですけども、使い方次第でどうしてもカジュアルに見えすぎてしまうので、いまいちこう大人っぽく見えなかったりですとか、なかなかスタイルがまとまらなかったりすることも多いので、今回は僕の私物の T シャツを見ながらですね、こういった T シャツを選んだ方がいいですよですとか、このように着こなした方がいいですよというようなポイントについて解説をしてみたいと思っています。今日はですね、僕の私物の T シャツの一部をですね、こちらに並べてあるわけですが、結構いろんなバリエーションがあるのかなと思っています。遠くから見ると割とこうホワイト系のものが多いかなというふうに思います。で、結構サイズ感なんかもバラバラなんですよね。以前は割とタイトなシルエットのものばかり着ていたんですが、最近はスタイルによって細身の T シャツを選ぶのか、もしくはゆったりめを選ぶのかというところを結構分けるようにしてるんですね。ですので今回はざっくりとジャンルごとに僕の T シャツを解説してみたいと思っています。まず最初に取り上げたいのは、仕事で着ている T シャツなんですね。このジャンルに関しては、基本的に重ね着をすることを前提にサイズを選ぶようにしています。僕が気に入っているのは、この動画の中でもよく出てくるサタデーズニューヨークというブランドなんですね。こちらの T シャツはプリントものが結構多いんですが、大人っぽいデザインのものが多いので、上にジャケットを着たり、カーディガンを着たりするときに、程よいアクセントになるのがすごく気に入っているポイントですね。実際今日僕が着ているこの T シャツもサタデーズニューヨークのものになります。他にはですね、どんなものがあるかというと、こういったシンプルな筆記体の文字がプリントされているものだったり、あとはですね、こちらもかなりシンプルですね。胸元にですね、サタデーズとフラグメントデザインというブランドのロゴが2つ入っているような T シャツですね。こちらはバックプリントになっていて、こちらにも文字が入っているんですが、基本的に重ね着してしまうので、後ろは見えなくなってしまうことが多いですね。基本的には白ベースのものが多いんですが、このように白ベースにパープルのですね、プリントが入っているものや、今着ているような白のベースに対してピンクのボックスが入っているようなデザインとか、このようなちょっと差し色を使いながら気分を変えるみたいなことをやったりしています。基本的に仕事で使うサタデーズの T シャツに関しては白ベースのものを選ぶようにしています。これはなぜかというと、今日もそうなんですけども、この T シャツの上ですね、ネイビーのジャケットですとか、ネイビーとかブラックのカーディガンを着ることが多いので、この内側がですね濃い色だと結構重たい雰囲気になってしまうんですね。ですので明るめの T シャツを選ぶことで、明るさを出したりですとか、コントラストを高めてですね、着こなしが退屈にならないようにバランスを取るようにしています。これらの T シャツは着丈もですね、そんなに長くないですし、かなりコンパクトな T シャツになっていて、1枚で着るとですね、そんなに今っぽい感じがしないんですね。ですので基本的には重ね着の中の一部として使うようにしています。そして今度はプライベートで着る T シャツなんですが、僕は基本的にプライベートは超めんどくさが嫌なので、なるべくファッションを効率化したいだとか、あんまり気を使いすぎないものを選ぶことが多いんですね。そういうテーマで選ぶと今年大ヒットなのがこちらですね。ユニクロ U のエアリズム T シャツ。これはですね、めちゃくちゃ便利で、白とこちらの淡いパープルと、あとここにはないですか、ブラック3色を購入しました。こちらはですね、ちょっとゆったりめのサイズ感になっているので、1枚で着ても結構今っぽい雰囲気が出やすいかなと思っています。で、前にもお伝えしましたが、ガンガン洗濯してもシワになりにくいので、ものすごく重宝する T シャツかなと思っています。基本的にはこういった T シャツの下にネイビー系のスラックスですとか、ストレッチの効いたパンツなんかを履きながらですね、コーディネートに活かすようにしています。無地 T シャツの場合は結構シンプルになりがちなので、時計ですとかアクセサリー、もしくはですね、帽子とかサングラスを使いながら少しアクセントを足すようにしています。カジュアルで着る T シャツは基本的にはユニクロ U のものが多いんですが、最近購入したこちらのユニクロの UT ですね。このプリント T シャツも結構気に入って、最近はですね、休日に着ることも多いです。で、結構こちらの T シャツもよく着てるんですが、これはですね、去年購入しましたエストネーションのオリジナルの T シャツなんですが、こちらにプリントが入ってますよね。ディーバ・ステイツという方のイラストになるんですが、このテイストがすごく気に入っていて、去年は結構着ましたね。動画の中でも時々着てるので、見たことがある方もいらっしゃるかなと思うんですが、こういった T シャツなんかも着ています。この2つはですね、どちらもプリントになるんですが、オフで着る用の T シャツとして活用をしています。はい、続いて夏場にですねオンで着る T シャツというのも一応あるんですね。僕がよく着てるのはこちらのですねブラックのやや大きめの T シャツなんですが、胸元にポケットがついているので僕はここにサングラスを入れたりしながら使うことが多いんですが、こちらは N ハリウッドというブランドのものですね。このブランドはもう大学時代から愛用していまして、お店がですね原宿のキャットストリートにあった時代から結構頻繁に通っていました。こちらの T シャツにはネイビーのストライプ柄のスラックスなんかを合わせながらですね活用しています。 T シャツを仕事で着るときにはこういったちょっときれいめに見えるような T シャツの方が割とバランスがいいかなと思って結構活用をしています。そして去年ですね購入した T シャツなんですが、これは僕の今までの T シャツの中で一番華やかというか派手というかかなりインパクトがあるかなと思います。鮮やかなブルーというかミントグリーンのような色合いなんですけども、これはマルタンマルジェラというブランドのものなんですが、僕がスタイリングの際にですねお客様にご提案させていただいてめちゃくちゃかっこいいなと思ってお客さんのスタイリングが終わった後にですね僕も自分用に購入してしまいました。正直ですね僕の持っている T シャツの中で一番高価なのがこれですね。僕の中で T シャツにかけられる予算っていうのはある程度決まっていて、どんなに高くても1万5000円以内のものが多かったんですね。サタデーズニューヨークも結構高くてだいたい 7,8000 円ぐらいするんですけども、それとはですねちょっと桁違いに値段はしたんですが、たまにはですねちょっと冒険してみるのもいいなと思って去年購入しました。意外とですね色がインパクトがあって使いづらいかなと思ったんですが、かなりこれも使いましたね。今僕はカーディガンを着てるんですが、この T シャツの上にこういったカーディガンを着たいですとか、あとは結構ネイビーのジャケットとも相性が良かったりするので差し色的にですねこの T シャツをよく着ています。サイズはですね結構肩が落ちていてゆったりめのデザインになっていますが、こういった少し鮮やかなものも夏だからこそいいかなと思いますので、是非たまには皆さんもですね T シャツで冒険をしてみるのもいいかなと思っています。はい、そして最後ですねこちらも去年買ったものなんですが、首がよれてますね。結構着まくりました。Y3 というブランドのものでアディダスとヨウジヤマモトというブランドのコラボレーションラインになるんですね。こちらでサイズは XS なんですがかなり大きめになっていますね。今トレンドのゆったりめのデザインなんですが、ロゴの感じとかもすごく気に入っていて、これはですね去年使い倒しましたね。色はですね白ではなくて少しきなりがかってるのも雰囲気がいいなと思っています。単体で着ても様になりますし、上にカーディガンなんかを着てあげてもすごくいい雰囲気になるので、これも非常に気に入ってる T シャツかなと思っています。はい、ということで僕の T シャツをざっくりと解説してみたんですが、仕事で着るような T シャツに関してはサイズ感を意識してあまり大きすぎないようにしています。重ね着する時に T シャツのサイズ感が大きいと結構ですね収まりが悪かったりするので、コンパクトめの T シャツを選んでいます。サタデーズの T シャツに関しては全部 XS を選ぶようにしています。そして普段着のユニクロ U に関してはこれはですね S サイズですとか M サイズを選ぶようにしていますね。どちらのサイズも混在してるんですが、ややゆったりめに着る方が今の気分には合ってるかなと思います。私服で着るようなプリント T シャツもやっぱりですねちょっとゆったりめの方が気分かなというふうに思っています。 T シャツにもトレンドがあって、主にサイズ感でですねトレンドというところを取り入れていくといいかなと思っています。そして最後にコーディネートに関してもざっくりとお伝えしたいなと思うんですが、T シャツはかなりカジュアルめのアイテムなのでボトムスで少し引き締めてあげた方がいいかなと思います。僕の場合はネイビーですとかブラックのような濃い色で引き締めるようにしています。でボトムスのサイズ感に関しては割とですねテーパード型の細身のものを選ぶようにしています。そうすることで T シャツが少しゆとりがあってボトムスが細めという Y シルエットを作ることができるので、割とバランスが取りやすいかなと思っています。 T シャツに合わせるボトムスはややきれいめに振ること、色は引き締めてボトムスのサイズ感もですね割とタイトめのものを選んであげるとバランスが取りやすいかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。